マジック。マジックをするときに意識してることっていうのは、まあ結構いっぱい細かいこと言っちゃえばあるんですけど、まあ、いかにモテるかとか、まあ、その日に結果を残せるかっていう部分ですね。まあ、基本的に男性にカードを選んでもらったりはやっぱりしないですね。そうですね。ヤンシ君とはもう小学校の頃からの仲なんで、まあ、楽しくやってる感じですね。うん。リキは、まあ、努力家ですよ。まあ、怪我がつきものっていうのがね、ちょっと心配ですけど、マジック練習中にいっぱい怪我しちゃったりとか。そうですね。太郎はですね、あのお客さんを笑わせることにすごく特化した、マジシャンじゃないかなと思いますね。実際我々もあのショータイム脇で見てて、いつもやっぱ笑っちゃいますね。我々も楽しませてくれる、ひょっとしたら新潟駅前のみんなを笑わせてくれる、そんなマジシャンかと思います。あ、太郎さん、あ、我が鈴木のことですね。今ちょっと左肩のところにあざとかできてて、あとあの膝、この左足の膝から下がちょっと動かない状態、麻痺してる状態ですね。あと背中に大きい切り傷とかありまして、あと左目、こっちの目もちょっと見えないんですけど、それらは全て我が鈴木さんに全ていただいたものでですね。そうですね、僕のアナザースカイはマジックをやるスペース、ほんと iPad ぐらいのスペースがあれば、カードマジックから何からいつもそこでやってるんで、そこが僕のアナザースカイです。そうですね、お店を始めて最初、お店を始めて最初の誕生日といいますか、まあ、なんでメイク、いつも僕が与えてる愛情を倍返ししていただければなと思ってますけども、まあ、ちょっとまあ緊張しますね。まあ、でも楽しいのが一番だと思ってます。